ター北にいます。ゆうちゃんが対決に勝ち申したので連続に来たんですけど、めっちゃ楽しみ。ここに大塚製菓地分析公園センター北が近い。そう近いね、うんうん、ここ今本当だね。あもうすぐそこじゃん。さあレッツゴーレッツゴー。私たち2人とも映ってもらえるように参加をしてくれてます。ありがとうございます。遠足感ある。ほら、見て。あ、これ？ここ、誰でも入れる。え、すごいすごい。タイムスリップしたみたいな感じになりそうだね。そう。留園時代に変えたら。行ってきまーす。普通に迷いました。今どこだ？私さ、めちゃめちゃ方向音痴なんだよ。わかるわかる。私もね、ダメだよ。あ、意外と合ってるかも。あそこで、あ、本当だ。やっぱり間違えた。ちょっと読んでください。これが歴史博物館。あれ？これさ、もしかして降りるまた。着かないよ目的地に。もう着いてる距離は歩いてるよね。うん、駅からすぐだ。鈴木まもるくんもご紹介します。誰？鈴木まもるくんって結構有名人。ここら辺の人だったら知ってるかも。とってもエレガントな。エレガント？もうねマッチョで、なんか本当に鈴木。エレガントなマッチョなんているの？あちらです。鈴木くん守ってくれてます。鈴木くんね、さ、メイン行くもんね。一回目スピードオーバー一周で。確かにみんな見るね。守ってくれてます。でもさ、エレガントのマッチョって言ってますね。エレガントのマッチョのゴリラなんだよ。大事、私ゴリラ好き。あ、面白いのかな。グルグルします。あ、だらくやばい。イエーイ。一番よ。綺麗、今の時期。はい、大塚彩花地分析公園到着しました。はい、やっと着きました。今日も動画見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。